こちら理学療法士の方がマッサージしているそのすぐ横には本格的なトレーニングマシンも揃っています。札幌市西区に先月オープンしたリハビリジムプライズネス。専門の知識を持つ理学療法士がトレーナーを務めます。理学療法士とは、座る、立つ、歩くなど日常生活の基本となる動作の改善をサポートするリハビリのプロです。リハビリテーションというのは病院で受けられる期限というのが基本的には決まっていまして、自分の体のことだったり生活のことで専門家に相談できる場所、環境を作ってあげたい。普通のスポーツジムではあまり見かけない機械も。こちらは写真を撮ると体の特徴や筋肉のバランスを AI が解析。その人にとってトレーニングした方が良い箇所を見つけてくれます。赤い部分が筋肉が硬くなりやすい部分で、青い部分が衰えやすい部分、そういった形でこれ将来こういう姿勢になっていきやすいよと。これ見るとちょっとショック。いや、そうですよね。まず上げていただいて、このジムでは客観的データを参考にその人に効果的なトレーニングの指導をマンツーマンで受けることができます。足の裏の感覚というのはちょっと時々強い。もうちょっと休みましょう。狭心症に加えて膝の手術も経験したという70代の女性は、程よい疲れです。自分の体は自分で管理しないと。80過ぎましたからやはり運動を自分でできませんのでね、リハビリするということが一番大事だと私は思って進んできました。利用者からはコロナ禍で外に出かけたり体を動かす機会も減ったことから運動能力が落ちたという相談が増えているといいます。不安を抱えている方っていうのは非常に多いので、我々のようなリスクをしっかり管理しながらその方の健康とともに一緒に歩んでいけるようなものが必ず必要になると思います。